本翔太郎。はい。高松美代子。はい。加瀬加奈子。はい。森美希。はい。五感ゆりや。はい。田中真由美。はい。敷地、はじめにこの度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。競輪選手を養成する本校に入学した71名の君たち、入学おめでとう。そして入学するにあたって激励を続けご支援をしてこられたご家族、関係者の皆様、本日は誠におめでとうございます。競輪界の次代を担う君たちを迎えられることは本校としてもこの上ない喜びであります。また競輪繁栄の一環として女子による競輪がガールズ競輪として復活するに伴い女子第1回生を本校に迎えることも大きな喜びであります。相田光雄さんの道という詩の中に、どんなに避けようとしてもどうしても通らなければならぬ道というものがあるんだなという文章があります。まさに今君たちは競輪選手への道を目指す以上、この学校は通らなければならないことだと思います。礼。誓いの言葉。私たち第101回生一同は本日晴れて入学式を迎えました。ただいま校長先生をはじめご来賓の皆様から温かい励ましのお言葉をいただき、感動の中にも改めて責任の重さを感じています。私たちはこの教訓を忘れることなく、本日より日本競輪学校の生徒として皆様方の期待に応えられる立派な競輪選手になれるよう努力精進することを誓います。平成23年5月10日第101回生生徒代表、伊予の高てる。誓いの言葉。私たち女子第1回生一同は本日晴れて入学を迎えました。来年4月からガールズ競輪が実施されることになり、記念すべき第1回生として入学できたことを大変嬉しく思います。校長先生をはじめご来賓の皆様から励ましの言葉をいただき、私たちは本日より日本競輪学校の生徒として皆様方の期待に応え、競輪ファンの皆様に愛されるような競輪選手になれるよう努力精進することを誓います。平成23年5月10日女子第1回生代表、高松美代子。なんか一番年上の者がやるようになってます。一応その会長みたいなのが、伊予野さんは30で一番年上なの で私もなんか一番年上らしいですよ。結構でも緊張します。入学式なんて。そうですよね。一回昨日初めて言われてやってみろっていう感じだった。昨日からそ
考えてこいってなくて、昨日、はい、はい、どうぞみたいな感じだったので、で声が小さいとやっぱりね、なんでなんで。昨日の夜なんかも練習したんですか。いや大きな声で練習、できないので、はい、ちょっと感じで。で今日あとやっぱり皆さんに聞いてもらいたくて、待ってる仲間に聞いてもらって、でどうですかみたいな。そしたらいいよって言ってくれたので、なんか自信を持ってできることができましたけど、なんか声枯れてるねって言われたのでちょっとやりすぎたかなみたいな感じ。気持ちが入ってたんです。あ、そうですか。先ほどからです、明るい人ばっかりって感じですよね。結構皆さん明るくて、はい、楽しい方ばかりですね。なんか自分の年忘れちゃいますね。はい、競輪学校のイメージでもっとこうきついのかなって。男子と女子でも違いますね、全然。はい、4回なんかこうみんなキャ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 って感じですね。でも閉まるとこは閉まるみたいな感じで、はい、確かに競争が始まったり実地の訓練があるとまた環境変わるかもしれない。勝ちたいっていう気持ちが出てくると。でも宿舎の方に入ったらやっぱり本当に仲間で一緒に頑張っていこうっていう気持ちの方がなんか大きかったなって。やっぱ一丸になって、はい、本当1回戦です。ぜひいい運動を作って、はい、そうですね、はい、頑張っていきたいと思います。ちょっとじゃあ、デビューに向けてというか、はい、訓練体験頑張っていきたいと思います。最初に無事卒業できるように私もみんなも、頑張りますので、皆さんも応援してください。よろしくお願いします。